次回か、この今日の期日の後の期日も入りまして、そしてなんとか首相廃止が憲法違反、
というか我々の訴えているこの食料への権利というものをちゃんと裁判所に認めさせるというふうな戦いを今後も頑張っていきますので、今日は皆さん共に頑張りましょう。私からは以上となります。ありがとうございました。続きまして、訴訟の会の代表であります田辺さん、後ほどちょっと一言だけいただきますけども、代表であります池上さんの方から、よろしくお願いいたします。大丈夫ですかね。大丈夫です。これで入ってますね。はい、今日ありがとうございます。今日の内容は今タイさんが話をしてくださった通りです。かなり重要ですよね、今日もね。で、次回が9月ぐらいかなというふうに思いますけれども、どういうふうになっていくか予断を許せないところがありますから、緊張して、法廷をね見守りたいと思います。今日終わりました後ですね、その内容を解説を含めて3時半から衆議院第一委員会が移動しましてね、報告集会を行います。これは合わせて訴訟の会、この裁判をね支援をしている勝訴に向けていろんな取り組みをしているそういう訴訟の会の今年度の総会も行います。でその時にも持っている方いると思いますが、TPP 新聞の第14号、もう14号ですよ。始めてからこの訴訟を始めてから3年目を迎えますけれども、14号が出ています。この中にね、種の意味、種はまさに農民が守り育ててきた人類の共有財産だ、コモンズだという、そういうインタビュー記事のポイントがですね、村上新平さんの記事であります。で2ページ目と3ページ目に今タイさんが話をしてくださった通り、前回と前々回の口頭弁論の流れ、内容のポイントが書かれてあります。そして今日を迎えた第4回目、でこの訴訟はそもそも TPP 交渉は違憲だからということで3年よ4年近く法廷で戦いましたが、残念ながら最高裁までね、一緒に戦いましたけれども結果は出ませんでした。しかしその後種子法が廃止をされ、その種子法廃止は TPP 交渉の一連の動きでこうなってるんだ、そういう決定を取って、それに基づいてこの訴訟を行って今日が第4回目を迎えている。地方区の判断を問うということで、私たちはずっと無職書面、素晴らしい弁護団でしょ。今日は田辺さんありがとうございます。ぜひ意見陳述、その前にこちらでね皆さんにまた、話をしていただけたらと思います。今日皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。今日もたくさんお集まりいただいてありがとうございます。本当に弁護団というと男性ばっかだっていう、この状態をなんとか抜け出したいと思うんですけれども、引き続き頑張っていきたいと思います。憲法の問題として食料への権利というような主張を、展開しているのはこの裁判だけだもんですから、非常にいろいろ抽象的にも具体的にも困難はいろいろつきまとう。しかし世界的な潮流から見れば、我々の主張がいずれ認められる時が来るということは確信しております。以上です。はい、皆さんこんにちは。紹介していただけませんでしたけれども、弁護団の一員の平岡と申します。今日は大勢の方々をお集まりいただきまして本当にありがとうございます。岩槻共同代表からはですね、弁護団は男ばっかりと言ってましたけれども、この訴訟の会は女性の方々がたくさんいて大変心強い限りでございます。これからもしっかりと応援していただければというふうにも思います。実はですね、こう山田先生を中心に種苗法の改正についての想定問答とかいうのを作っているんですけれども、それの関係で私もちょっと役割を仰せつかってちょっと勉強する機会がありました。この種子法の廃止と種苗法の改正っていうのはいろんなところでつながっているんですよね。例えば先ほど ありました、
自家採取の問題ですけども、実は種苗法の方ではですね、登録品種については自家採取が原則禁止という方向になります。しかしね、種子法が生きていれば、主要な作物の種子についてはですね、まあ、県が、その登録品種っていうのを持っているのでですね、仮に禁止になってもその県がですね、ちゃんと使ってもいいよというふうに判断してくれれば今まで通り使えるんですね。しかし、種子法が廃止されて、県がですね、そういう登録品種を持つことができなくなってしまうという状況になってしまってき、ています。そうなるとですね、もう民間の、種会社が、登録品種を持ってて、やっぱり自家採取をするときには高い、その権利金を払うとかですね、あるいは、非常に難しい条件を飲んで、許諾を受けるとかですね、そういうことをしなければいけなくなるということにつながっていくんですね。そういう意味でこの種子法の廃止は、それだけではなくて種苗法の改正とか、あるいはいろんな仕組みの変わる中でですね、非常に大きな、意味を持っているというふうに思っています。今日もしっかりと戦ってまいりますので、どうぞ皆さん、ご支援を賜りますようにお願い申し上げます。平岡先生は元法務大臣です。はい、元でございますのであんまり意味がございませんけれども、はい、何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん各所からお話しいただきましてありがとうございます。弁護団の島田です。私は群馬県高崎市から参加させてもらっております。今日は隣の県の栃木県で有機農業合わせて15ヘクタールという広大な農地で米だとか小麦だとか大豆など有機栽培に取り組まれている舘野さんに来てもらいました。舘野さんの今日の意見陳述の情報をフォロー役ということで私が担当させてもらったので、この後舘野さんにもお話ししていただきますけれども、栃木県の渡瀬遊水地って昔芭蕉鉱毒事件の谷中村ですね、あそこがあったところ、現在は国の特別天然記念物のコウノトリ、コウノトリは繁殖しているということで今年もには子供が生まれましたけど、ニュースで、非常に話題になっているところです。その近くで、の有機農業をやられているというところで、この種子法が廃止になったことによってどんな影響を受けているのかということをこの後法廷で力強く意見陳述してもらいたいと思っています。じゃあ田中さん、よろしく。島田先生は本業は農業で副業が弁護士なんです。皆さんこんにちは。原告の一人であります、舘野博之と申します。ご紹介いただきましたように私は栃木県で、有機農業をして有機稲作を中心にですね有機農業をしています。もう30年近く農薬も化学肥料も使ったことはありません。農場の名前は舘野カエル農場と言います。日夜ですね、カエルたちが無償 の働きでですね私の農場を支えていただいてくれていますので、まあ、おかげで私もなんとか農業をやっているということです。そういうカエルたちに報いるために農薬は一切使わないということで、まあ、足尾銅山の田中正造大先生に学んでおります。それとですね、私は裁判というのは初めてでございまして、またですね、まあ、こういうことを言っていいのか分かりませんが今大変非常に忙しい時期でございまして私のところはまだ田植えをしておりましてですね、午前中もちょっと田植えをしてきたんですが、昔ながらの稲作をやるとですね6月は田植えのシーズンで、しかも小麦も収穫しなきゃいけないということで、裁判などやっておられないというのが、まあ、本音でございますが、原告ですので国がですね種子法を廃止しなければ私も安心して仕事ができるんですが、慣れない裁判をせざるを得ないということで、皆さんにもなんかたくさん、
ご支持をいただきまして本当にありがとうございます。ぜひ有機農業の発展とですね、種子、種がですねみんなの手元に戻ってですね、誰もが自由に種を使えるような世の中になっていただきたいというふうに思います。特に有機の種っていうのはねないんです。有機農業では種から農薬を使ってはいけないのに、売っている種は全て農薬を使った種類しかありません。自家採取をするしかないんですけど、自家採取したらもう、違法だというそういう世の中になりそうなので、ぜひそれも食い止めたいと思います。どうぞ今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは今日の古都弁論記事に向けて文具団それから原告の方々に皆さんの方から激励の拍手をよろしくお願いしたいと思います。それと山田先生がやっぱり結びで、一言お話ししていただけなかなりませんので、山田先生の方から話し終わった後結びとさせていただきますが、私の方から事務連絡もその後ありますのでよろしくお願いいたします。先に事務連絡しようか。事務連絡ですよ。はい、ただ相当長く喋るそうですので先に事務連絡をさせていただきます。今日はこの後ですね、この門前集会が終わりましたら、大体多分1時35分か40分ぐらいから、傍聴券の配布が行われます。傍聴件数が、人数の制限もありますが、おおむね30枚程度ということですから、大体皆さん入れるんではないかというふうに思います。で仮にですね、もしかどうしても入られない方がおりましたら、今日3時半から衆議院議員の第2議員会館、真ん中の建物ですけど、第2議員会館の1階、多目的会議室というところで、この記述報告記述の報告会と、それから総会を続けてやるということをしておりますので、そちらの会議室が、2時半ぐらいになったらもう空いておりますので、そちらに移って、ちょっと待っていただきたいというふうに思います。衆議院その第2議員会館の前にですね、担当が入館証を持って待ってますから、私はこの報告会に来ましたよ、 TPP の報告会に来ましたよって言っていただければ、そこから受付しないでもですね、入館証をお渡しすることができますので、そういうことでよろしくお願いをいたします。それでは山田先生の方です。いやもう本当に TPP 差し止め違憲訴訟から始まったんです。で、TPP 違憲訴訟はつい2年半前に判決がおりました。その判決は当時まだ TPP 協定が発効されていませんで、TPP 協定は未だ発効されず、それに伴う法律の改正施行もなされてないから、国民の権利に変わりはないと、権利義務にとして棄却されたんですが、その時私ども弁護団は種子法が廃止されたじゃないかと、まだ施行前でしたが、そう言って争ったんです。でそれについて裁判所の最高裁もその踏襲したんですが、高裁の判断は種子法背景に TPP 協定があることは否定できないという判決だったんです。で私どもはこの種子法廃止そのものがこの次に出てきた農業競争力強化支援法、そしてその次の種苗法自家採取禁止法案、これも含めて私たちの憲法25条生存権に保障されている食への権利が侵害されていると、これは本当にこういう意味では画期的な訴訟なんですが、いわゆる私たちの食への権利、食料主権に反しているから、この種子法廃止は無効であると憲法上の判断を裁判所に求めております。でこれは何としてもみんなでもう7年間今回の訴訟の準備も弁護団でこのところ週に1回ぐらいZoom で集まって1時間2時間協議しながらやってきてまして、
もう本当に何十回も弁護団の先生方集まって、本当にボランティアでこうして一生懸命戦ってますんで、今日傍聴の皆さん方もどうか最後までよろしくお願いいたします。でここが終わったら、いわゆるさっき言った場所はどこでしたっけ？衆議院の第二議員会館。衆議院の第二議員会館の1階のね、多目的会議室で、私ども弁護団と皆さん方との、意見交換会をやりたいと思ってます。でその時、いわゆる今日出した第三準備書面も皆さんに配布しますので、そこでまた皆さんとこの裁判についていろいろ語り合うことができればと思ってますので、でその後第7回目の TPP 差し止め意見訴訟の会の総会を開かさせていただきます。で今日はこういうコロナの時で大変なんですが、傍聴席は50人じゃなかったかな、30人だったかな。今日ちょっと事務局の坂田弁護士がちょっとまだ見えてませんが、そんな中でぜひ今日は皆さん座れるかと思いますが、どうか一つ座っていただいて、見ていただいて、その後議員会館の方に移っていただければと思ってます。今日は本当にどうもありがとうございます。こういう時期にありがとうございます。どうも先生方ご苦労様です。すみませんです。農民運動全国連合会の斉藤と言います。種子法、種苗法の問題は、私も船橋で農業をやっている一人なんですが、先ほどのお話にもありましたように、百姓がずっと今までこう選びに選んで今の品種ができている。それを国が勝手にこれは誰かのものだっていうふうに決めるっていう、ついてどうしても納得できないんですね。でなおかつ山田先生がおっしゃいましたように、収支法と一緒に成立した競争力強化支援法の中には、その知見を民間にタダで渡せと、こんな条文まで入っていて、これが許せるか、そんな思いから私たちもさまざまな運動を進めてきています。で特に種苗法の中では、種苗法の改正の問題では本当に多くの皆さんの署名を集めて、一旦はね、通常国会で、継続審議というところまで行ったんですが、残念ながら臨時国会で強行されてしまうという状況になりましたけども、その後、先ほどのお話にもありましたけども、北海道だとか秋田だとか、それから長野ですね、こういうところでそれぞれの県が持っているものについては農民が自由に使ってもいいよという、許諾は許諾料をいらずに使ってもいいよという、こういう動きが出てきています。私たちは今各県のそれぞれの担当者に向かって、そういうふうにいろんなところで許諾料を取らないでもいい、自由に使っていいというふうになってるんだから、これをもっと広げてほしいという、そういう運動も今一緒に強めています。皆さんのこの運動と合わせてですね、本当に食料主権の確立できる、本当に安心して農業ができる、安心して食料を食べることができる、そういう社会をやっぱ作っていくためにも、この戦い本当に重要だなと思っていますので、共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。発言されたい方いません？じゃあこういうところで、あと抽選じゃなくて今日大体入れると思いますが、傍聴席に手続きをしていただければと思っております。
じゃあ弁護団の弁護団でまた別にこれから入っていきますので、どうかよろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございます。まだまだコロナ禍厳しい状況が続いています。そういう意味合いではワクチン接種も徐々に進んでいるようでありますけれども、引き続きとりわけ東京都内、感染が拡大をしている状況がありますので、皆さんにもくれぐれも、ご留意いただきながらですね、感染予防対策を徹底していただければというふうに思います。まず今日の口頭弁論記述の報告会、そして報告会が終わった後に、7回目の訴訟の会の総会ということをセットで、考えておりまして、お集まりいただいた皆さん大変感謝申し上げたいというふうに思います。始まる前に若干入り口のところにですね、山田先生の方が、この間2つ映画を作っておられまして、1つは種は誰のものというもの、それはすでに DVD 化されておりますから、その後で多分自分でも紹介すると思いますけども、あそこで販売をしております。合わせて今回食の安全を守る人という映画が今それぞれ上映をされています。その券も販売をしておりますので、合わせて、消された首相という本も、出版をしておりますので、後で多分山田先生の方が少し補足があると思いますから、興味のある関心のある方についてはぜひともお買い上げいただければというふうに思います。それでは早速、報告会の方を始めていきます。以降、報告会の司会進行については島田先生の方に、マイクをお渡ししますのでよろしくお願いをいたします。はい、皆様ご苦労様です。弁護団の島田です。では第4回口頭弁論のまず報告集会から始めたいと思います。今日は法廷でこの後詳しく説明させてもらいますけど、原告の舘野博之さんの意見陳述が行われました。それとあとは原告の方からも準備書面が出されて、被告国の方からも準備書面が出されております。その内容についてこの後報告陳述報告させてもらいます。でまずは、原告のお一人として、有機農業者の立場で、意見陳述をしてもらいました舘野さんの方から、初めての見解になったと思うんですけども、そういうことも踏まえて感想を含めて、一言お話をしてもらいたいと思います。舘野さん、じゃあよろしくお願いします。はい、皆さん、今日は我々の司法の意見陳述に対しまして、たくさんのご支援をいただきありがとうございました。私はもちろん百姓というかね、農家でありますので、こういった裁判とかはですね、全く不慣れというか当たり前なんですけど、不慣れなんですけれども、本来農業というのはやっぱり自然を相手にして、やるものです。しかしながらどうもそれを国がですね、いろいろ法律を作るんですね。で農家はですね、そういう農業者は歴代ずっとどうもその国の法律によって、縛られてきまして、なかなかですね国はいい法律を作ってくれない。でも種子法はその中ではね、いろいろ問題はあったんですけれども、国の、いろいろ責務を規定した法律としてはいい法律だったんではないかなと、不完全ながら思います。でその他にも、我々稲作農家でも元は食管法といって、今でもそうなんですが、米は全て国のものという時代がありまして、
たとえ自分の食べる米までもですね、ちゃんと国に報告して一粒たりとも自分で売ったらもうそれで有罪という直管法の時代がありまして、まあ、その頃から私は有機栽培をやって知り合いにお米を闇で分けてたわけですけど、違法をしていたわけですけど、そしたらみんな多くの日本の人たちがそういうことをやり始めてきましたら、もう国も止められなくなってですね、その後塩湖米で特別認めるとか、そのうち、新食料法になったら自由に、販売をしてもいいというふうになりましたが、しかしながらまだ検査法とかですね、さまざまな法律で、なんていうんですかね、農地とか米を管理しようというそういう国の姿勢はあります。でただそれをその農家がですね、自由に農家のためにやってるというよりは、農家を縛るというふうに風になっているので、そこが非常に問題だなと思います。今日はですね、私のやっている、まあ、有機栽培についてのことをお話ししました。で、多くの農家はですね、農協を通じて種を買っていまして、その種子法についての、まあ、自家採集や種子法についての危機感があまりない状態ですが、有機栽培をしている農家はですね、やはり有機の種子っていうのは、自分の土地にあった、しかも農薬や化学肥料に汚染されていない種子を使わなければ本当の有機栽培にならないわけです。で、そのために、本当に努力をしてですね、種を取ってきました。その中でいいものを自分の種をもう作ってきたんですね。野菜農家なんていうのは数百種類、百種類を超えるような種を自分で持って、それがいわゆる財産なんですよね。種がなければ農業はできないんです。そんな当たり前のことでさえもですね、もう国はそれを見放してですね、それもなんか企業に売り渡したりするというふうな方向に行きかねないということで、まあ、我々は、まあ、こういう言い方をして失礼かもしれませんが、法を犯しても自家採集を続けようというふうに思っています。そもそも植物や植物、全ての植物、まあ、全ての生き物は何のために生きるか、子孫を残すために生きるんです。だから植物はね、種を残すためにあえて生活してるんですよ。その種を奪ってしまったら、植物生命は何のために生きるか、その目的がですね、失われるんです。次の世代にいい種を残すために、全ての生き物は生きてるんだということを農業をやると思います。感想ならない。片野さんには今日10分ぐらい法廷でね、話してもらったんですけど、実はもっとね、長い陳述書っていうのを作って、これ今回証拠で出してます。まだ言い足りないことが多分あるんだと思うんですけど、今日の進行でまた10月、来年の1月にも裁判の期日が入りましたんで、もし言い足りないことがあったらまたそこで話してもらいたいと思いますけど、よろしくお願いします。これからじゃあ続いて原告団のまとめ役の池澄先生の方から一言、感想などを含めてお話をお願いします。はい、今日法廷におられた方はどれくらいいらっしゃいます？あ、ほとんどです。ちょっと逆に法廷にはいなくて、この報告集会からという方はお一人、お二人、三人、はい、にも分かるような形で、今日ね、良かったと思います。私毎回ね、口頭弁論が終わった後、どうなのかなと、で、私は良かったと思ったんだけれども、ぬか喜びではいけないからというので、私の隣に座っている岩月さん弁護団の代表をしてくださったね、
私の理解では岩月さん、岩月さんは辛口でビシッと言ってくださると思っているので、横に座ってね、岩月さん今日どうだったですか聞いたんですよ。まあまあですかねって言ったんですよね。そしたら、ね、それを超えた答えが返ってきてね、嬉しくなりました。いやー、良かったんじゃないですか。岩月さんがこういう形で言うっていうことはね、それなりの内容、意味合いを持っているということです。で、今日はできるだけ当事者、弁護団の方から皆さんの質問とかね、あると思うので、ポイントをまず大さんや今日発言をしてくださった方、それから、平岡さん、それから山田さん、弁護団の弁護士も一人一人からそれを話を伺って、それで疑問だとか今後のこともありましたからね、裁判長の采配、私はおこういう裁判官かと思ったくらいなんですね。ただそんな盛り手を挙げて喜ぶというわけにはいきませんから、ここから先が重要ですよね。しかも次回の期日、自治会の期日が決まりました。皆さん覚えてますよね。次回が10月13日ね、ごめんなさい、15日、すいません、はい、次回ね、第5回なんですよ。午前11時から10月15日金曜日です。10月15日金曜日の午前11時から103号法廷大法廷で決まりました。もう一つ日程入れておきましょう。裁判長の方から言ってくださったですね。それが来年年が明けた1月の13日木曜日の午後2時から、ね、もしかすると強引にもう反論もないようだから、出たようだから、これで、終結をなんていうことも全く考えられないというわけではなかったわけですけれど、こういう形でね、訴訟式が進行をしました。問題はあと2回は確保されていますが、来年1月13日以降ね、どういう形で何をどういうふうにして、裁判所に憲法判断に踏み込ませることができるか、そのためには何をしたらいいか、それをですね、今からの報告を踏まえてご一緒に考えていきたい。原告の皆さん、ご質問だけじゃなくて、こういうふうにしたらどうか、そういう提案とかありましたらね、ご意見なんかもぜひ参考にしたいと思いますので、遠慮なくご発言ください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。そしたらば続いて、今日の法廷でのやり取り、お互いに出された準備書面のことなどについて総括的なところをまず太先生の方から話してもらって、さらに、岩月先生とか平岡先生の方にも補足で発言してもらいたいと思います。でまず全体的な報告を太先生の方からお願いします。お疲れ様です。弁護士の太です。ご参加いただきありがとうございます。法廷の方もそうですし、報告集会の方もご参加いただいて、非常にありがたく思っております。先ほど池澄先生からもお話がありました、良かったということですが、私も、まあ、ぬか喜びしてはいけないんですけれども、とても今日はいい流れに一つなっているなというふうなことを実感いたしました。今日家庭にですね、どんどんここからも頑張っていかなきゃいけないなと思っております。今日の期日についての報告をさせていただきます。ご参加いただけた方がほとんどだと思いますけれども、まあ、ちょっと時系列的な感じで説明しながら報告いたします。今回は第4回目の期日ということで、被告国の方から準備書面の括弧2が出されました。で合わせて我々の方から第3準備書面というものを提出いたしました。こちらについてはですね、今回はちょっと意見陳述まではちょっとしなかったんですけれども、内容としては、まあ、今日、集会に参加いただいている皆さんには、そのペーパーをお配りしておりますが、内容としては種子法廃止のみならずですね、その後に、制定された農業競争力強化支援法、それから、
種苗法改正の問題、これによって食料への権利侵害がどん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 深刻化しているというふうなことで、主張いたしました。まあ、今回の裁判というのが、種子法廃止の違憲というところで、農業競争力強化支援法あるいは種苗法の改正というのはどこまで踏み込むべきかとかいうふうなことも我々弁護団の方でも考えたんですけれども、やはり今のこの日本の農政というんですかね、これの問題を訴えるにはですね、やはり種子法廃止だけではなくて、その後のこの許可支援法、それから種苗法改正、改正の問題は結構大きな問題として、まあ、制定されましたけれども、社会問題化として一定の世論の関係を得ました。この2点について述べることで、問題が分からせることができるんじゃないかという思いで第3住民署名を提出いたしました。概要は、まあ、ここで書いている通りですけれども、種子法を廃止された後、その農業競争力強化支援法によってですね、地方公共団体の種に関する知見が民間に、事業者に提供すべきと書かれていること、それから、その各種の銘柄がですね、どんどん見直し、生産、あまり売れないものについては淘汰すべきというふうなことまで農業競争力強化支援法で書かれているということ、こういうことからもう完全にその、地方公共団体がそれぞれの地域に合わせた銘柄を作っていたということがもう完全に廃止されて、民間事業者に渡されると、それで本当にもう何て言うかな、多種性のあるというか利益のあるというか、本当に大規模農家を前提とした民間事業での種栽培に変えようとしているというふうなことが、この廃止と種子法廃止と農業競争力支援法で、それが浮き上がってくるということを主張いたしました。そして合わせて、まあ、種苗法改正の問題、舘野さんの方でもお話がありました、登録品種についての自家採集原則禁止ですかね、この問題についても書きました、種子法廃止で都道府県が種子のこの事務から撤廃すると、一方で民間事業者がここに割って入ると、そんな中でこの登録品種の自家採取が禁止、あるいは許諾料がいるということになると、民間事業者が高額な許諾料を要求することになってしまって、一般の我が国の小規模の農家、家族農業というのができなくなってしまうと、こうやってこう3つがどんどんセットになることによって、今の従来の日本の農業の形、地方公共団体がちゃんと厳格な管理をして種を栽培してて、一般農家、家族農業がちゃんと頑張ってきたというシステムを変えようとしている、この問題の危険性ということをこの第30微署名の中で、書いて、提出いたしました。そういうふうなことで、国とそれから我々の書面が提出いたしまして、期日がまず最初にそれの提出の扱いがありました。でその後、生産農家である舘野さんの方から意見が述べられました。種子法廃止によって被る不利益、まあ、種の原種の値段が、ね、3倍に上がるというところが非常に衝撃的かと思いますけど、こうはじめとして、また有機の農家として、ね、厳格な管理をしている中で種子法が廃止され、そして種苗法改正されるという問題について、ちゃんと訴えていただきました。非常に法廷の中にね、ちゃんと通る大きな声で喋っていただいて、裁判官も3人いるんですけれども、ちゃんと聞いていたと私は思います。まあ、ちょっとまた話が脱線するんですけれども、前回の、最初農家の菊池さん、それから最初の、野々山さん、こういう、本当に原告本人がね喋るということが、やはり裁判所に伝わりというか、本当にその農家の実情、この方がどういうふうな種栽培、それから農業、農作物を育てているのかということを、やっぱり生の声で裁判所に伝えることが大事なんだなと、ちょっと思いながら、お話を聞いておりました。そして、この舘野さんの陳述が終わった後、非常に実はこう結構クライマックスな場面だったんですけども、その後で裁判所から今後の進行についてという話がありました。でまず裁判所の方から、その裁判所が今回言う前にですね、私たちの方で先週上申書というものをお出ししておりました。上申書の中でね、この被告国の書面が出てるんですけれども、ここについて反論させてくれ、それから学者さんの意見書とか、あるいは DVD とか、その証拠映像とかを提出するから、ここについてもちゃんと検討してほしいということを提出しておきました。これを提出したというのは、まあ、ちょっとあんま動画で出てるのであまり公にするのもあれなんですが、多少ちょっと訳がありまして、と言いますのも、被告、国の方の準備書面についてですが、被告国の準備書面の方からは、こういうふうな内容が書かれております。
原告らの主張する権利、食料への権利ですけれども、ここについては法律上具体的な権利として保障されていません。全く内容としても定義としても曖昧であって、そもそも憲法25条にからこれを読み解くことなんか不可能だというふうなことの主張が展開されております。で、審議過程の問題なんかも言って我々は言っておりますが、ここについても憲法上の問題なんか何にもないというふうなことを述べまして、で最終的に書いている書面の中で書いているのが、以上の通りであるから本件地位確認の訴え1及び3本件無効確認の訴えいずれも不適法であり、本件損害賠償は理由がなく、速やかに却下ないし棄却されるべきと書かれてたんですね。つまり、国からの主張というのは原告らの言っている権利設定のものがそもそもないんだから、この裁判で争う前提がないと、よってしたがってもう早期に決心して、判決で負け判決を書けというふうなことをここで書いていたわけです。でこのままけしからんというのはその通りなんですけれども、ただ一方で、期日もすでに第4回目を迎えております。すでにとは言いませんが第4回目を迎えております。で国からの準備書面も1ではなくて2ということで2回目が出ているということで、裁判所によっては下手をするともう国からの主張が全部出ていると、でもう、早期に打ち切れと言っている以上もうここについて、決心しますというふうなことを裁判所から言われるんじゃなかろうかという危惧も少ししておりました。ですからこそちょっと上申書を出しまして、ここについて反論するからちゃんと意見を述べさせてくれというふうなことを書いて出しました。裁判官からそれを踏まえてね、立野さんの意見陳述が終わった後、裁判官からではというふうな話した後、ちょっと私は少し上申書の説明しようかどうしようかもぞもぞしている間にですね、裁判官の方から何か言われるかと思ったら、実は、まあ、結局この上申書を受けてですけれども、国からの主張に対して反論されるということですから、次回までに反論してくださいというふうなことで、私たちの上申書での申し出を、まあ、ちゃんと素直に聞き取ってくれたというふうなことがあります。これは非常に正直良かったという点です。そうしたところ、国の代理人の庶務検事の方が立ち上がりまして、言いました。すでに国の方の言い分ですけれども、この準備書面で出ている通りですけれども、すでにこれは原告らが第一準備書面や第二準備書面で書いたことに対する反論としてもうやっておりますと、もう向こうの主張に対する我々の主張は以上ですから、早期に審議を打ち切ってくださいというふうな話が国から言われました。まあ、この準備書面で書いている通り早期に決心しろということを国の代理人は言ったわけです。で私の方からこれはやばいというか、これは言い返さなというところで私がちょっと立って、そもそもそっちだって不利益だって侵害、こちらが言ってる収集法廃止の不利益とか侵害とか何も言ってないじゃないかということを言ったところ、そしたら裁判所が全部引き取ってくれまして、一言一句まで私覚えてるわけじゃないんですが、裁判官はこのような感じを言いました。まだ私の、言うことは終わっていませんというところで、原告さんの方で第3準備書面が提出されていますので、ちゃんとここについて、被告側は反論してくださいと言いました。でちょっと裁判被告側の国の検事と、裁判官のでやり取りありましたけれども、国の方でそれを引き取って検討いたしますということで、終わりました。つまり、裁判所としてはですね、その具体的権利があるかどうかは、まあ、一つの争点ですけれども、それだけじゃなくてちゃんと、原告側が言ってる権利侵害不利益のところについてちゃんと被告からも反論しなさいというふうなことを裁判所として提示したということになります。ぬか喜びはいけません。しかしながらこの事件について私たちの言っていることにちゃんと国が反論しなさいということは本当に適切な訴訟式ですし、ここについて一定程度、裁判所がちゃんと検討しようというふうな姿勢だと私は評価したいと思います。そういうふうな形で、裁判所の指揮のもと、事件がどん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 進むということで今日確定いたしました。それを受けて10月15日かな、それから来年の1月にも、第5回第6回と期日が入った次第です。それから最後に、証拠 DVD の話がありました。この DVD ですけれども、今、原告、まあ、弁護団の方でちょっと準備しているんですけれども、その農業試験場であるとか、あるいは採取農家のそういう場所でのですね、種栽培の様子みたいなものをちょっと DV 化、映像化しまして、それを裁判所で証拠として出したいと思っております。でぜひともこれを法廷で、上映させてくださいということを上申書に書いていたんですけれども、
まあ、裁判所がどういうかなと思ったんですけれども、一応受けてくれまして、次回にもちろんちょっとその準備状況とかもいりますけれども、上位いたしますというふうなことを、ちゃんと表明してくれました。ここもね、被告の方はまた食いついたって言ったらこと悪いんですけれども、ちょっと反論がありまして、そんな証拠についてわざわざ映像で流す必要ない証拠として出せば足りるじゃないかみたいなことは言ったんですけれども、裁判所の方から、とは言っても動画というのは、法律の規則上はちゃんと証拠は動画は実はちゃんと法廷で上映しなきゃいけないものですからというふうなことで、そういう上映する機会を与えますというふうなことで、こちらも裁判所の方は、ちゃんと引き取ってくれて、受け入れてくれたというふうな現状にあります。それが、大体の期日の流れです。そんな感じですね。まだまだ、ぬか喜びしてはいけませんけれども、少なくとも裁判所は、第5回第6回においてちゃんと権利性、それから収集法を廃止、まあ、我々がこの第三準備署名の中では農業競争力強化支援法やら守備法改正の問題も言ってますけれども、ここについてもちゃんと国からの意見を踏まえて判断するとまでは言いませんが、ちゃんと審議するというふうなことで裁判所がいう形で今日の期日が終わったということになります。それが以上です。で、私なりの評価ですが、まだまだこれは今後の戦いになります。これがどういうふうな結果になるか分かりませんし、こういうふうな今日の裁判官の判断があったからそれでよしよしというふうなことで思っていては、やっぱりまだまだダメなんだろうと思います。裁判所が一応やっぱり、こういうふうなことで審議をしてくれるというふうな以上は、私たちの方でも、まあ、非常になかなか大変な難しい論点はではありますけれども、この食料への権利というものがどういうものなのかということをちょっとこう詰めてね、私たちの方で、具体的に主張していきたいと思いますし、その DVD の映像もね、ちゃんとしたものとなれるよう、まあまあ言っていいのかな、原村監督が撮ってくれるそうですので、一生懸命そこについても頑張っていただきたいなと思いますけれども、いいものを、法廷で流せるようにやっていきたいと思います。一定の、成果を出せるように、頑張っていきますので、これからも皆さんよろしくお願いします。私からは以上となります。全般的な話をしてもらいました。皆さんから質問もあるかと思いますが、まずその前に、今日裁判に参加された岩月先生、それから広岡先生の一言、それぞれ発言をお願いしたいと思います。まずは岩月先生、お願いします。皆さんどうもありがとうございます。今日は池澄さんにさっき意見聞かれてよかったっていうふうに言ったのをすっぱ抜かれたわけですけれども、私の中のデフォルトは、今日検察官が2回異議言いましたね。はっきりと異議っぽいことを言いました。で、それに幸いと裁判所が乗ってしまうというのが私の中のこの種の裁判のデフォルト、あるいは検事のように、今日の国側のように裁判所の訴訟資金に対して再三再四、原告側が異議を唱える、それを冷たく裁判所が退けるというのが僕の中のデフォルトですので、今日は裁判官のがそれに対して、裁判長が自分がしゃべってる最中にあなたは遮ったでしょっていう、かなりまあなんか感情的な側面を少し見せましたよね。で、だから形だけやっていこうというだけの作りだったら、あのやり取りとか、あれだけその DVD の上映に対してもかなり原告側に懇切丁寧に言いながら、検事側、国側の意義については、非常にずれないというようなことはやっぱりあんまりないのかなということを、思いまして、池澄さんにはうっかり良かったよというふうに言ったということであります。で、ただ食料への権利という、食への権利、については全く今生成過程の権利でありまして、この生成過程の権利をどのように裁判所に認めていってもらうか、
ということは大変理論的には難しい問題が、まあ、この間の弁護団とそれから土屋先生という女性の、憲法学者、食の安全をメインにやっておられる、石川清涼大学の先生、との間で出てきている文脈の中では国際的な見解の中にはやっぱりこの食料への権利を後退させるような立法についてはそれは原則禁止なんだと、いう考え方は、国際的にはかなり広く受け入れられている、でいうことが分かってきました。で、まあ、それも一部反映をしてるんだと思いますが、種子法というのは、まあ、食料への権利、を、まあ、具体的に、実現する法律で、その廃止自体が禁止されるんだっていうのが社会権規約委員会の考え方として、示されていたわけですけど、だから国側も一応言い訳を考えてたわけですよね。一つは財政措置は続けると、付帯決議が4つありまして、一つ目が財政措置は続けると、逆だったかもしれませんが、2番目は品質は維持するんだと、でそれぞれそれを種苗法の枠の中で品質は維持するし、財源措置は取るんだということを言っていて、でこの裁判でも国もそれを主張している、付帯決議にあるし国もそれを認めている、でそういう手立てを取らなければ種子法の廃止というのはできないということが分かっているからそうしてるんだろうっていう理屈を何とか立てていって、多少なりとも、裁判所が法律的に乗りやすいような理屈を考えていくという重い課題が、私たちの方に、課せられたのかなというふうに思います。いずれにしろ裁判所が あのように、時間を取ってきちっと向き合うという姿勢を、今でも少し懐疑的ですが示しているのは皆さんの熱意、皆さんの熱心な気持ち、法廷で、語っていただく原告の重い言葉によるんだなっていうことを思っています。今後も頑張っていきたいと思います。以上です。ありがとうございます。では最後に平岡先生の方から一言お願いいたします。はい、皆さんお疲れ様でございます。ただいまご紹介いただきました弁護団の一員の平岡でございます。今日はですね、最初に、法廷に行った時に、被告席というか被告の国側の席に女性がですね、ちょっと 若ぶりだっていう、若いのか若いぶりなのか分かんないですけど、女性が座ってまして、ね、あれ向こうの誰にも変わったのかなというふうに思ってまして、そして準備書面を、ね、見たらですね、伊坂直子さん名前の方ですね。まあ、別に個人攻撃するわけじゃないのでですね、名前の方は別に覚えてもらっても結構ですけども、それで先ほど来からの話の中にあるようにですね、裁判長がですね、今回、被告側から準備書面の第2準備書面が出ましたねと、でこれについて、原告側で何か反論することがあったら反論してくださいということを言ったらすぐですね、その伊坂代理人がですね、こういうことを言ったんですね。今回出した第二準備書面というのはですね、前出した去年の4月に出した答弁書に書いてある内容以上のものは書いてありません。ただそれもちょっと失礼だなと思うんだけどね、それしか書いてません。で準備書面はその去年の4月に出してんだから、それに対する反論をねする機会っていうのは十分にあったので、もうこれ以上ですね、原告側に反論する機会を与えるのは適当ではないと思います、相当ではないと思いますというふうに言ったんですよね。これ聞いてね、私もかつて国の、まあ役人をやっておりましてね、ああなんと役人の人は
冷たいことを冷静に喋るんだなと思ってですね、ちょっとショックを受けてしまったんですけれども、まあ必要性があると思って出した第二準備書面ですからね、それに対して反論の機会を与えるっていうのは、まあ反論したい人がいるなら反論機会を与えるっていうのは、まあ普通ね、あっていいんじゃないかと、まあ、それを封じてしまうというのは、まあもしかしたらですね、国側はどうせね、なんと相手方が我々ですね、我々原告側が言ってもですね、私たち確実に決まってんだからもう適当にお住まいにしていいんじゃないのっていうようなことをね言わおうとしてた、まあいうふうに思ってね、大変私もまあ、切ない感じがしたわけです。それでですね、先ほど対、先生の方からもお話がありましたように、いろいろなやり取りがある中でですね、もう、被告側は国側は、まあ、十分にも答えてると、答えるべきことは答えてるというふうな話があったのでですね、私の方で実は私が去年の12月に、準備書面を書いてですね、法廷でも陳述をしたことがあるんですね。これについて全く、何も具体的に答えていないということがあったんです。で、何かというとね、国側はですね、これは岩槻先生がちょっと言ってましたけども、収支法を廃止してもね、収支法に基づいて行っていた事務っていうのは継続してやってますよ、ね、それに必要な財源というのもですね、種苗法とか、あるいは農業競争力強化支援法に基づいて財源措置をしております、ね、地方交付税でしておりますってこう書いてあったんですね、答弁書にね。でそれに対して私は第二準備、私たちの準備書面でですね、噛みついて、国はそんなことを言ってるけどね、具体的にどんな財政需要があって、どれだけ一般財源が必要なのかというようなことを一生懸命私たちは調べたけど、全然書いてない。具体的なことは何も書いてない。ただ私たちが得ている情報で見るとですね、どうも減ってるみたいに見えるよ。だから国はその点をですね、もっと財政需要とか、一般財源、どれだけ必要なのか、これを明らかにすべきだと、明らかに示して、その自分たちが主張していることが正しいんだということをね、説明すべきだというようなことを言ってたんですよね。それについて何にも答えてないんです。でこれはね、実は岩槻さんと岩槻弁護士とですね、始まる前の控室でですね、ちょっと議論してたら、岩槻先生がですね、平子さん、財源の話だけども、財源は国会で質問したら答えてくれますかねって言われたんで、いやそれは答えてくれるでしょうけど、でも国会で答えてもらう以上に、裁判でも答えてもらったらいいんじゃないですかって言ったら、いや今回書いてないよねって言われて、あ、そうだなと私思ったんですね。まあ私が自分で書いておきながら、自分が主張したことに対して答えてもらってないってことに気づかないでいたことを、岩槻先生に、厳しくではなかったんですが、優しく指摘されてさせていただきました。あ、それで、あ、そうだな、結構その機会があったらね、それちゃんと言っておかなきゃまずいなというふうに思ったらね、ちょうどこう、ね、裁判の流れでね、被告側は全部答えてますよっていうようなことを言うし、裁判官の方はですね、何か反論することがあったらちゃんと、ね、反論してくださいよっていうふうに言ってるし、あ、ここはちゃんとね、やっぱりその具体的に何を答えてないのか、ね、私たちが欲しているものについて何を説明しないのかということについて具体的に指摘をして答えてもらったらいいんじゃないかなというふうに思ったんであります。まあ具体的なことですから、それについて答える必要がないというなら、こういう理由で答える必要がないですよというふうに答えてもらえばいいし、ちゃんと調べた結果としてね、質問されていることはこういうことでございましたと、確かに財源としては措置してるけども十分なものではないかもしれない、減ってるかもしれないですねっていうのは、そういう回答にしてもらえばいいということだと思いますけれども、まあ、いずれにしてもこの財源の問題もですね、裁判長からそれも含めて検討してくださいねっていうふうに被告側の国側に言ったら、分かりましたということになっているので、まあ、次回か次次回か分かりませんけれども、回答が返ってくるんだろうなというふうに思います。まあ、そういう意味においてですね、まあまあ、少し裁判長の訴訟式の中で我々の主張と国側の、まあ、主張っていうのは、まあ、ちょっと噛み合いつつあるというか、噛み合うことができるんではないかなという淡い期待を私自身としては、まあ、抱いたところでございます。ただね、これ原発訴訟私もやってるんですけども、まあ、裁判長の訴訟式がいいからといって結論がこっちにいいかっていうと必ずしもそうではないのでですね、まあ、訴訟式だけはね、
原告側に味方するけども結論はもう被告側に決まってんだよっていうような人もいますから、十分注意しながらね、積極的に、議論を展開していきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。平川先生ありがとうございました。それでは今日の手続きについて弁護団の方から報告がありました。これを受けて皆さんの方から何か質問とかご意見でもいいですか。今日のですね、はい、裁判の感じとしては裁判長はかなりね、なんていうかな、期待が持てるというような感じしたんですよね。だけどどうなんでしょうかね。要するに先ほど先生もおっしゃったとおり、これ記載させて結局ダメだったというのは結構あると思うことも言ってたんで、どうなのかって見込みがちょっと下がらないんですけどね。要するにあの裁判長は今までどんなような経歴とかな、どんなような裁判がやってどんなような結論が出て出してたのかと、それが分かるとちょっとどの程度の期待ができるかっていうのが分かると思うんでね、なんかそういうの情報がありましたらちょっと教えていただきたいなと思ったんですけど。ちなみに喋ってないかな。はい、すいません。今の裁判長は行政部の裁判長でして、方が、どういう事件やってるかちょっと私もあまり十分把握しておりませんで、どういうふうな判断がなされるか、非常にいい流れなのかというのは、今私が述べた通りいい流れではあるんですけれども、当然、食料の権利についてかくかくしかじかでこういうものですよねとか、ちゃんとしたそういうふうな心証までは何も出てないので、それはまだそれは何とも言えません。でそういうことまで思うというのはちょっと行き過ぎかなと思います。ただ私が言いたかったのは、ちゃんと、国に反論させろと、反論しろということ、私たちが言った第三準備書面の反論をしろということ、それから私たちの、反論の機会もちゃんと認めているということは、一定程度ですね、この裁判についてちゃんと判断をしようとする姿勢が見られているということだ、これぐらいはちょっと間違いないかなと私は思っております。だからこそ、この食料への権利、なかなかここの方ところは難しいんですけれども、私たちの方でちゃんと主張を明確化させて、それは裁判所に答えていかなければならないというのが、現時点の私なりの見解かなと思っております。はい、以上になります。よろしいですかね。じゃあ他に、はい、皆様ボランティアとボランティアというか手弁当で努力されていると思って頭が下がるのが多いです。で今回農業競争力強化支援法の点につきても言及されているという感じでなんですけど、農業競争力強化支援法、私素人なんですけど一応条文読んでみたんですけど、政府金融機関が民間の金融機関と協力して資金を農業関連事業者に資金を提供するとか、農家はお金の儲かりそうなところと取引しろと、国が農家の経営にこう命令を下していたりとか、農業協力8条があるんですけど、その他の条文ではあと農業関連事業者の情報の提供を政府が民間の知見を活用して提供する、宣伝してやるみたいな条文があったりとか、あとは 農家 の、 個別に取引をするようにしろみたいな、つまり農協を通してやるなみたいな、そういう市場とは考えても非常におかしいなっていう条文がある。なんでこれだけ農業関連事業者に協力的な、政府が協力、お金はあげるし宣伝はしてあげるし農家にそういうところと取引所って命令したりとか、とんでもないことだと思うんですよ。で あまり私も8条については結構多くの方が研究されてるんですけど、それ以外の条文については農業関連競争強化支援法についてあまり言及がなくて、このとんでもない法律なのに、なんて皆さん多くの専門家言わないのかなと思ったりとか、ちょっと不満に思ったりとかしてるんで、もし今後可能ならば、その農業競争強化支援法のひどさについて裁判の中で訴えていただければ、あるいはすごくいいんじゃないかなと。指導とか読んでも本当になんていうか、政府はここまで農業関連事業者に協力をしていいもんかって、一国民として素人として思うぐらいなんで、ぜひその辺を今後取り上げていただければいいかなと思ったりしております。はい、以上です。
いや本当に大事なご意見だと思うんですが、農業競争強化税法を出てきた時に当時小泉進次郎だったんですが、いわば農協の価格比は高すぎるんだと、例を挙げながら説明して、そして農業にも競争力が必要だと、でそうしてできていった法律なんです。でその時実は農協を潰しの法律と言われたんです。これはしかし読んでいくと本当に大変なこと書いてるんです。いわゆるアグリ企業っていうか、いわば宮内オリックスの会社とか、そういったいろんなところが農地に、今まで企業としては農地に参入できないですよね、簡単に。しかしできないことはなかったんです。私が農水大臣の時にそれはやったんですけども、実はドイツとかそういう国では、EU では農地は企業に渡してはいけないんです。農地は農民が持っていくものなんです。これはね、それは日本では今度の農業競争力強化支援法もそうですが、全てこう企業の利益のために農業をこう道具にするっていうか、そういうのが農業競争力強化支援法で、まさに八条四項っていうのは各都道府県が何十年もかけて、その土地土地にあった、例えば栃木県はいちごとか、あるいは長野県はりんごとか、そういった優良な育種知見を民間企業に提供しなさいと、提供しなきゃダメですよと、法律ですから、そういう法律まで書かれてあって、で本当に大変な法律なんです。いや、それは全く報道されてこなかったんで、そういった意味も含めて、例えば国の現機構の有料の一種知見も、海外で国会では衆議院議員の当時の小山君に小山君が聞いてくれたんですが、海外のモンサントなど海外の法人にも提供しなければいけないのかと、ただ当時の斉藤農水副大臣がその通りですと答えています。ですから本当に大変な法律なんで、その辺のことももしちょっと調べて陳述できるようだったら、そうさせてもらえばいいなと思っているところです。大変貴重なご意見ありがとうございます。はい、その関連でちょっと一つ質問なんですが、農業委員会の改正問題でそれも関連してるのかどうかを教えてほしいんですけど、要するに農家の人のため の農業委員会じゃなくなって、企業も参入できるような農業委員会になってるんですよね今。だからそれはその関連で流れてきてるのかなと思いまして、それでさっきの流れによると、日経新聞で6月の何日かなので、有機農業の推進しろというふうに農水省で宣言出したらしいんですよ。それの関係も流れが変わったのかなと思う反面もあるんですけど、それは 25% かなんかにしろとかいう話にな、30年ぐらいまでにそういう話があるので、そういうふうな考えで流れ変わったのかなと思いますけど、あと農業委員会の件のちょっと教えてほしいんですけど、お願いします。農業委員会とはもともと農地を保全するための委員会なんです。それが農地がどのように使われるかということで、それをいわばその委員に企業からも選任するとということになってしまって、その任命をこれまで選挙でやってきたんですが、農業者も農家も、それをいわば選挙はいらないと、いや一部の委員については、一部だったかちょっと今度忘れしたところなんですが、いわゆる首長が、市長さん、町長が任命できるという形で、企業が農地に参入しやすくしたのが、この前の改正なんです。
で次々に企業のために大企業のために農業をそういった形にしようとしてますが、これは世界的な SDGs の流れとまさに逆行してるんです。これはね、そういう意味でも大変問題あるところです。でついでにですが、緑の改革システムというので 25% これから農地全部で100万ヘクタールの農地を有機栽培でやるんだという緑のシステム改革っていうのを農水省は打ち出しました。で私もそれ自体大変喜んだんで、世界の流れがそうなってきてますから、いよいよ日本もかなと思ったんです。ところがその中間取りまとめ報告書っていう農水省のホームページを読んでいただければ分かりますが、さっき立野さんともちょっと法廷の外出ていろいろお話したんですけども、これは大丈夫だろうかと立野さんがそう大変心配しておりましたが、私も実はその中に新しい品種でと書いてるんです。新しい品種、そして2019年の11月に農水省はゲノム編集の品種、すでに新古農開閉稲という品種用意されています。私も見に行ってきました。でそういう品種を有機認証できないかという正式な検討会を開いたんです。でそのこともあって、で中間取りまとめ報告を読んでみると、農薬は RNA 農薬、化学肥料じゃなくて化学農薬じゃなくて RNA 農薬と書いてるんですが、バイオ農薬と書いてるんです。この RNA っていうのは遺伝子を操作したものです。いわゆる虫の中の遺伝子を操作して、遺伝子を操作したもの、それを虫に殺虫剤として与えると、それによって遺伝子のその虫、虫の中の遺伝子が作用して自殺遺伝子みたいなものですよ、タミネーターみたいなものですよ。でそれで虫が死んでいくと、しかしね、全く人工的に遺伝子を、その虫の中の遺伝子を変えていくっていうことですから、自然界にどうなっていくか、あるいはどのような変異が起きてくるかっていうのは全く未知なんです。そういったものを使って、いやゲノム編集によって緑のシステム 25% これを実現しようとしてるんじゃないかと、実は私の事務所に農水省の担当の審議官をはじめ課長を呼んできて話したんです。でまあはっきり答えられませんでしたが、ともあれ原農薬で有機農業、そういった形でやろうとという形は、まあ、私も昔からよく有機栽培やってきたグループも一緒でしたから、農水省の中でもそれは本当に評価したいけど、そこだけが気になるけど、そこのところは今どうなってるか聞いたんです。そしたら JAF 法の改正を今してて、その改正次第ではゲノム編集の政治が有機認証になっていくんではないかと、そこまではっきりは言いませんでしたけど、そういう雰囲気でした。だから大変気になっているところです。まあいずれにしても今日本の農業は本当に厳しい状況にあって、日本だけですこうなってるのは。でなんとかこの裁判で先生方に頑張ってもらっているところです。あとこう皆さんからの、はいはい、もう一つだけちょっと補足して言いたいことがあって、すみません、種苗法改正についてなんですけど、私ホームページで見た概要っていうのを見たんですけど、後半の部分読むと、もう裁判、モンサントが裁判をやるの気満々で、裁判をやるためにやりやすくするための法改正がすごいされてるなっていうふうにすごく思ったんですよ。で、まあ、もし今後その裁判の中で種苗法改正について取り上げるっていうことであれば、後半のそのモンサントが裁判やる気満々で
国がもうその裁判をやるのをもう後押ししてるっていう感じで改正したんだっていうあたりもぜひ指摘していただいて、もう政府はもうモンサントを応援してもう裁判させるんだっていうふうな危険があるっていうことを訴えていただければと、もし可能ならばと思いますので、はい、すいません。十分に検討させていただきますし、まあ、書き方はね、モンサントを後押ししているまでは書きませんが、それに近しいことは書いております。外国資本のために、こういう時価採取の禁止していて、この結果外国資本が独占してしまうというふうな、この問題というのは今回の第三準備書面で書きましたので、ただこの問題は深刻だと思ってますので、また補充したいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあそろそろ時間なんで最後の質問ということで、はい、本当に食料の権利を憲法に求めるというか、大事な裁判だと思っているんですけども、で先ほど10月に意見書を出されると、憲法学者の意見書になると思うんですけども、これ非常に重要になると思うんですが、これはどういった形で、まあ、ここで話すとともしかしたらよろしくないのかもしれませんけども、まあ、ちょっとどういう方向性でどういった方に書いていただくのか気になるので教えていただけますか。意見書を書いていただく方は決まってます。内容も決まってない。意見書を書いていただくのは土屋、ひとみ、石川県の星稜大学の土屋ひとみ先生、まだ若干40 若手、我々弁護士が見ると若手の研究者、に、意見書をお願いしてあります。10月という日程であれば頑張って書いていただけるんじゃないかというふうに思ってます。内容はやっぱり憲法上の論点でいうと、一旦この25条で保障した権利を具体化した法律があるのに、それを撤廃するという形で、食料を得る権利を侵害した場合の、憲法的な判断の仕方ということになるんだと思うんですが、まあ今後さらに詰めていくという感じです。この第三準備署名早速ちょっと読ませていただいて、ちょっと事実関係についてちょっと疑問を持ったものですから、ご教示いただければと思いまして、3ページの一番上のところですけれども、この種子法廃止法案が採決成立した直後、国会で農業競争力強化支援法が成立された2017年9月19日公布とあるんですけれども、すみません、これ事実関係の問題ですが、私先にこの競争力強化支援法が2017年制定されて、翌年の2018年に種子法が廃止されたというふうに理解しておったんですが、あれちょっとこれ事実関係、これで言うのかなとちょっと疑問を思いまして、ちょっと質問させていただきました。今まで山田先生のご著書などで、私2018年に種子法が廃止されたというふうに理解しておったんですけども、これはこの通りで間違いないでしょうか。種子法廃止法案というのが制定されたのが2017年の3月31日で、正式に施行として廃止されたのが平成30年の4月1日からですので、まあ、1年前に廃止法が制定されて施行までちょっと1年間あると、その中でこう農業競争力強化支援法がその2017年の5月に制定されたっていう、そういう前後関係になるかと思います。わかりますね。国会で種子法廃止の審議がされて廃止されたのが平成29の3月よと、で5月に農業競争力強化支援法ができたよと、で翌年の3月に正式に種子法が廃止されたよっていう、こういう中で、はいはい、種子法の廃止よりも半年早く
農業競争の強化政法が施行されたんですよ。市場の廃止が確か1年後だったと思うんですが、それよりも例えば農業競争の強化政法はすぐにというか半年ぐらいで施行されましたよね。だから施行は農業競争の強化政法が早かったんです。はい、他に質問ご意見のある方いらっしゃいませんかね。せっかくの機会ですのであれば出していただきたいんですが、よろしいですか。じゃああとは先生、ちょっと、ね、皆さん本当にご苦労様です。で先生方本当にねありがたいと思ってまして、平岡先生かつて私は官僚しておったからと言いましたが、本当に法務大臣までやってたんです、ね、で先生の官邸の部下だったわけよ。警察の、まあ、形式的にはそうかもしれませんけど実質的にはほとんど関係ないで、また伊予津先生で名古屋から今日来ていただいてますけども、イラク派兵訴訟で違憲判決を勝ち取ったまさに大変な先生です。で今この弁護団で憲法問題の方を担当してっていうかやっていただいている先生です。で伊予津先生の隣、伊予津先生がそのイラク派兵違憲訴訟の原告団の代表として判決を、まさに画期的な違憲判決を勝ち取ったんです。でそのお隣に今日立野さん見えてますが、有機農業をずっと取り組んできた皆さん、稲葉さんって聞いたことありますね。稲葉光圀さん、光圀さんの最も最初に一緒にやられたんじゃないですかね。あそこの稲作研究所の一番古いで、今ご自分でもあそこの事実上いろんな形で今も稲葉さん亡くなってからも協力いただいている、大変立派な特農家っていうより大学でも教えてる人なんです。で大変ありがたいと思ってますが、で今日は大さん、大さんご承知の通り今日今我々の主任弁護士として、で私どもと共同代表させていただいて頑張ってもらってます。で大先生はアスベストでこの前勝訴しました。このアスベスト裁判の事実上の事務局長として頑張って今日まで来られております。で今日法廷に会いましたが小川先生っていうすぐちょっと仕事があって帰られましたけど、小川先生っていうのはいわゆる原発の裁判をやってる実用事務局長としてやってる大変な先生です。で、まあ皆さんそれに今日もう一人、あそうか辻先生が見えてましたけど途中で帰られました。で最後さっきまでいたんですけども、事務局長をやっております坂田弁護士、坂田さんもいろんないろんな意見訴訟をやっておられる方ですが、それぞれ本当にそれぞれの立派な先生方がこうして本当に憲法上、我々憲法上の生存権の25条の生存感の中で初めて食料試験、安全なものを私たちが持続して食べていける国民としての権利がある、国には義務があるという、それを今回この裁判において何としても勝ち取りたいとそう思っております。で本当に今週に1回ぐらいかなみんなで協議していますし、先ほど大学の先生土屋先生も時々 Zoom で参加していただいて、先ほど言ったいろんな憲法上の問題、いろいろ私どももお伝えしながらまたこうしていろいろやっているところです。でそういう意味でぜひ次10月の15日でしたっけ
13日か。10月の13日。15だね。1月が13日だ。ね。まあ、ぜひ皆さんまた、お願いします。で、やっぱり、こう、傍聴者がいれば、裁判所もちゃんと緊張してやってくれるんです。で、いっぱいいるほど、裁判が違ってくると私は思っているんです。ね。国民にこれだけ関心がある裁判だから、我々もしっかり判断しなきゃいけないなと思っていただけるように、どうか一つこれからもどうかよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。最後ですけど、これはまた私からのお願いなんですが、実は消された収支法というのはこの弁護団で作った冊子です。で、これ入り口の方に持ってきております。もしまだ持っていない方が、もう一つは種は誰のものという映画見ていただいた方どれくらいいらっしゃいます？あ、結構いらっしゃいます。ありがたいです。で、これはですね、ゲルマ人報の昨年度の映画作品のベスト10、7位に入りました。そしてこの前日本映画復興賞っていう賞をいただいたんです。で、日本映画復興賞って震災復興みたいな名前の賞だなと思って出かけてみましたら、山本薩摩監督が亡くなる時、人間の条件とか戦後の大監督です。で、その監督が亡くなる時に日本の戦後の平和と民主主義、再軍備反対、そしてヒューマンな映画に一つ賞を授けていきたいということで、第1回目が木下圭介監督がもらったそうです。で、第38回目の賞にこの映画が、監督大変喜んでおりました、ね。で、ありがたいと思ってますが、これを DVD で6月1日から配給先のあとお話できて、まあこれ3000円で販売しております。で、こうどうしても種は誰のものの映画、法律が入ってて難しいっていう話いっぱい聞いたんで、それについて収支法とは何ですか、資料法とは何ですかって分かりやすく、実はこの中の説明、この DVD に付けた資料としてこういうのを作ったんです。で、これを作ったのが今後ろにいる私の事務所の遠藤奈美さんなんですが、これね、私読んでみて結構よくできてんです。で、この DVD に付けた資料なんですが、これ30円で売ろうと、これコピーしても3000円以上かかりますから、これ印刷原価なんですから30円で販売したんです。で、5000部これ吸ったんですがなくなっちゃいました。 で10部以上の新藤富士の注文です。これも注文です。で、今また1万部印刷を今日頼んだところです。今日は見本で皆様方に一部ずつ残ったものを配布させていただいています。これと DVD を、もしまだ上映権付きの DVD もありますので、そういったもので一つどんどん、まだまだコロナ禍の死病法の問題が中心になってますが、ぜひ多くの国民に広めていただければと思っています。それともう一つ、これは本当に実は食の安全の映画、食の安全を守る人々という映画ですが、これが7月の2日から東京テアトル、結構大きいところでロードショーをやってくれるんです。で、同時に吉祥寺のアップリンクでやります。で、今現在全国22の映画館からまだ公開前ですがオファーが来てて、結構前評判がいいんです。で、この映画のチラシも今日結構持ってきました。で、同時に全国共通の前売り券っていうのを1200円で販売してまって、そのチケットも前の方にもし見ていただけるようだったら
で今僕はこのチケットを2000枚印刷して皆さんにどうぞこれ見てくださいって言って買ってくださいってお願いに回ってるところなんですが、預かってもらってでもし誰か見てほしい人がいたら売ってもらって、もし見てほしい人がいなかったら返してもらえばいいんですが、どうかご協力お願いできればと思ってます。未来の子どもたちのためにこの食の安全の映画、タレの映画っていうのは本当に大事だと思っておりまして、私からのお願いとですが、すいませんこの場を借りましてありがとうございます。それでは第1部の第4回裁判規律報告集会をこれで終わりにしたいと思います。今日は意見陳述された立野さん、弁護団の先生方、大変ありがとうございました。のご紹介してた島田先生、群馬県なんですが、米作りして農家、専業農家で副業が勉強するんです